せーの、 BBC をぶっ壊す。ちょっと一回やってみたかったんだこれ。せーの、ハローデイリスチャンネルです。最近 NHK がすごい話題になってるじゃないですか。で、私今イギリスに住んでるんですけど、イギリスも BBC があって、これも NHK と一緒で、公共放送なので、今回は BBC についての動画を撮っていきたいと思います。このチャンネル、リスチャンネルって言うんですけど、これは私が基本的にイギリスに住んでる時はイギリス関連の動画を配信していきたいなと思ってます。私は別に BBC のことを詳しく知ってる人間じゃないので、そんなめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、この機会にちょっといろいろ調べてみました。イギリスには TV ライセンスっていうのがあって、 TV ライセンスを買わないと、持ってないと、どのチャンネルも見れないです。例えば NHK とかやったら5ちゃん8ちゃんとか見れますよね。で、 NHK も見れるじゃないですか。払わんくても賞味見れるじゃないですか。で、そういうことが全くできなくって、もちろん BBC も見れへんし、他のチャンネルも見れないです。で、さらにブロードキャスティングとかも見れないんですよ。だからライブ映像とかもダメなんですよ。で、日本の記事で TV ライセンスを持ってないとテレビを買えないっていうのをちょっと見たんですけど、それは間違ってます。なんでかって言ったら、うちら TV やってテレビ持ってるからです。払ってないです。見てないので。で、私今イギリス人の旦那と2人で今、住んでるんですけど、私がいない時に、結構前やと思うんですけど、一回 BBC の人が来て、BBC インスペクターですみたいな、なんか安いバッジつけてドアをこうコンコンして、君払ってないですよね、中入ってテレビあるか確認していいですか、見てないか確認していいですかみたいな来たらしくて、で、最初はなんかこう断ったりもしてたみたいなんですけど、ていうか別に中入られても証拠も何もないし、別にどうぞって言って、なんかどうなるんかなと思って、別にどうぞ、ここがリビングで、ここにテレビあって、ここで俺はゲームしたりオンラインで映画とかドラマとか見たりしてますよみたいな言ってたら、なんかその BBC インスペクターみたいな人が、じゃあテレビ見てないねんな、ほんまに見てないねんなって、で、って言ったら、そうか、わかったって言って帰っていたらしいんですよ。まあそうですよね。何も別にテレビあるからって何もできないし、なんで来たんやろみたいな感じですよね。で、そのことがあってかわからないですけど、旦那は一回メール送って、私テレビ見てないので払ってませんよって、こう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 いう理由で払いませんよっていうメールをしっかりして、で、そっから1年ぐらい全く音沙汰なかったらしくて、で、最近ね、掃除をしてたんですよ。掃除っていうか整理をしてたんですよね。そのポストの、そのなんか奥まったところにグワー入ってるレターを掃除してたら、見つけたんですよ、これを。で、これめっちゃぐっちゃぐちゃっていうか、まあちぎれてるんですけど、別にこれムカついて腹立って破ったとかじゃなくて、本当にそういう状況やったので、はい、別にそういうわけじゃないです。で、これはいつ送られたんかわからないんですけど、2016年の9月に、法律が変わって、iPlayer が見れないよっていう案内でした。はぁみたいなね。TV ライセンス払わんかったらどのチャンネルも見られへんし、で、ブロードキャスティング、ライブ映像とかも見れないって言ったじゃないですか。で、それについてちょっと調べたら、やっぱり YouTube とか Amazon プライムも払わないかんらしいです。で、それって年間154ポンドかかるんですよ。めっちゃ高ないですか。テレビとか関係なく携帯でもあかんし、なんかゲーム機でもあかんし、パソコンでもあかんし、タブレットでもダメなわけじゃないですか。そうで、めっちゃびっくりですよね。 TV ライセンスってライフラインじゃないじゃないですか。なんか水代、ガス代、電気代、これ払えっていうのはもちろんですよ。だって必要なものなじゃないですか。だけど、そのライブストリーミング見たからとか、その154ポンドとかっていうお話です、今日は。はい、どうなんですね。出してしまったからめっちゃ痛い。めっちゃ痛い。以上、リスチャンネルでした。もし動画が面白いなと思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。